Social Democratic Party 社民党熊本県連合全国連合熊本県連合ジャーナル社民党熊本県連合が主催連携おすすめしている活動を報告します。社民党に入党しませんか？社民党員はどのように情報を共有しているの？社民党総支部常任幹事会が発行している党員向けの情報誌、総支部からあなたへの記事を通して熊本総支部内での情報提供の一端をご紹介します。社民党への入党をお考えの皆さんの参考になれば幸いです。社民党熊本総支部の情報共有の取り組みを紹介します。熊本市総支部では2022年6月23日発行の総支部からあなたへ144号で狭山再審請求熊本県民集会を次のように伝えています。重大な局面を迎えさらなる結集を狭山再審請求熊本県民集会狭山再審請求熊本県民集会が5月26日、唐島公園で開催された。主催はブラック解放共闘熊本県民会議、連合熊本内。主催者を代表して、同会議、友田議長は、1974年の東京高裁判決から、一度も事実調べが行われないまま、49年が経った。狭山事件の再審を求める戦いは第三次再審請求の重大な局面を迎えている。全国で展開してきた鑑定人尋問を求める全国署名は50万筆を超え狭山再審請求の最大の山場を迎えている。本集会でさらなる結集をお願いしたいと連帯を訴えた。ブラック解放同盟熊本県連合会松永執行委員長は昨年8月、弁護団は11人の鑑定人尋問要求とインク鑑定などを求める取り調べ、請求書を裁判所に提出した。今年5月23日、石川さんの不当逮捕から60年目を迎えた。未だ無罪を勝ち取っていない。仮釈放の身で石川さんは84歳。いつまでも元気ではない。東京高裁で担当している大野裁判長は今年で定年を迎える。絶対今年中の再審を勝ち取っていきたいと決意を述べた。昨年8月からの動きと東京で行われた狭山中央集会5月23日の報告をブラック解放同盟熊本県連合会畑書記長が行った。集会アピールが採択されシュプレヒコールで市民に訴えながらハブアット前までデモが行われた。社民党熊本県連合はブラック差別解消推進法の制定を踏まえ総合的な人権の法制度確立に向けた活動を進めます。狭山事件再審の取り組み福岡事件の再審運動に連帯し再審法制度の改革を進めます。また差別や敵意を煽るヘイトスピーチの根絶に向けて全力で取り組みます。万国に平和、暮らしが一番、戦争はさせない、それが社民党です。 Social Democratic Party 社民党